どうも山上です。さあローレシア城南にある祠に来ました。先日会ったおじいさんの弟がいるっていうからね、挨拶せねばならんよ。炎で威嚇してくるタイプのジジイか。ほら突っ込め。おら、おお、待っておりましたぞ。このジイは王子様にお教えすることがあります。ほう、ジイ教え。実はこの世界には銀の鍵と金の鍵の2つがあり、扉にも2つの種類が。ふん、まず銀の鍵を見つけなされ。ジイがくれたらいいじゃないか。持ってないのか。サマルトリア西湖の洞窟の中に隠されている。ああ、オッケー、ナイス情報、メモっておこう。サマルトリア西鍵、はい。次はそこに行こうか、クッキー。ああ、オッケー、鍵のありか教えてくれたんだね。ここは君のお家。ああ、鍵を持っていない。なるほどな。ほうほうほう。ああ、お、出ちゃった。オッケー。鍵だな。ほんと鍵が欲しいんだわ、クッキー。ダンジョンに鍵は必要。向かおう。西ね、西の。だから順番的には西の湖で鍵見つけてから、またムーンペタ行って、福引き引いて、ムーンブルク城がそっから近いって言われてたな。向かっていいのかな？いや、どう思う？でもな、セティア姫がまだかくれんぼしているんだとしたら、早めに行ってあげた方がいいよな。女の子一人で心細いであろうしな。紳士、この考え方紳士、グッドダンディ、行こう。いいぞクッキー、魔法トーンを覚えたのか。聞いたことある、魔法トーンってなんだっけ。相手を眠らせられるのか。やるじゃないか。はい、近づいてきた。うん、もうちょっとだ。西に、あの洞窟に鍵があるという噂を聞きつけた。入ろう、洞窟の中に。うん、ワクワクするな、暗闇ダンジョン。はい、行くよ。あれかね、早速宝箱、ラッキーボーイ。素早さの種を見つけた。はいはいはい、これは能力値が上がるんじゃないか。もう早速食べちゃおう。宝箱はもういいよ山上ちゃん。うん、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 素早さの種。うん、素早さが増える。これはもう山上優先でいいんじゃないか。悪いなクッキー、俺は能力を上げるぜ。素晴らしい、素晴らしいぞ。よし、まあ言うて上がって1か。よしよし、この洞窟の魔物はどんなだい、強いのかい。ああ、何もない小部屋は行かなくていいよな。うん、あ、こっちは隠し通路がありそうだぜ。うぃー、ホイミスライム、ホイミスライムからやってっちゃう。で、お前は呪文使っちゃいなよ、魔法トーン。敵の呪文を封印するんだ。そっかそっか、でも奴らは呪文使ってくるタイプじゃないから。あー、燃やしちまいな。焼きネズミにしてやんなよ。どうだ、効くか。いいね。あ、いいよ。あ、魔法使い最高。ホイミ、回復しやがって。永久期間じゃないか、こんなの。回復させる前に攻撃して殺すしかない。バイバイ。オッケー。ホイミスライムかわいいな、クラゲみたいでな。江ノ島水族館にいたらさぞ人気が出たであろう。こっち、あーぽいな。ちょっと待って、隠れてない扉の方も行ってみよう。何もないね。無駄足無駄足。クッキーのな、 MP をどれぐらい温存しながら戦ったらいいのかまだわかんないな。ルート21使っても大丈夫か。シンプル攻撃でなんとかなんとか倒しているけれども、どうだクッキー、調子はどうなんだ。まあ、いいか、こっち先行っちゃうか。見つけたらどんどん入っていく。素晴らしい、キングコブラだ。うわー、お前こういう時のギラ、行け行け行け、燃やし尽くせ。ギラ効く、効くよね、みんな効くよね。とりあえず炎は弱い、弱いな。何がキングだ、僕はプリンスだ。はい、いいぞ、プリンス軍団。宝箱かないっす。福引き券、こんなところに。また挑戦せねばならんな。あれ絶対攻略法あるんだろ。運じゃないもんな。福引きといえど、ほいほいほい、どんどん奥に。こっちは来たよな。こっちから来て、こっちに進んで、はいはいはい、左下。おい、大ネズミの巣窟だな。攻撃でいいか、ネズミごとき。会心の一撃、素晴らしい。クッキーも会心の一撃出せたらいいね、出せたらいいね。大丈夫か。まあ、薬草はパンパンにあるしな。クッキーもそろそろいい武器買ってあげるか。そうだな、お金も貯まってるし、僕も新しい武器欲しいな。こっちか、はい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 。見逃すな、またキングコブラだ。うわー、ギラだ。キングにはギラ使っとこうかな。ヘビ怖いもんな。 MP を回復させる薬草とかも今後出てくる。下だ、下に潜っちゃうぜ、怖いぜ。帰り道覚えておこうな。うん、おー、軍隊槍だと、一匹で軍隊槍だと、舐めたこと言ってんじゃないよ。踏みつぶしな。あー弱い。緑色の槍かっこいいね、アーミー槍。よし、
こっちは何もない、こっちも何かあるだろう。えい、宝箱いっぱいだ。命の木の実を見つけた。命の木の実、これは HP が増えるとかそういうことか。へへへ、あー HP 増えるんだ。これはやっぱ俺優先でいいか、クッキー。やっぱ主人公だからさ、山上ちゃんが死ななかったらこのパーティーなんとかなると思うんだ。山上、よっしゃ、はい、オッケー。悔しかったらお前も主人公になるんだな、クッキー。はい、ありがとうございます。へへへ、でこっちにも部屋があると。ほうほうほう、何もないのか、何かいるのか。キングコブラ優先的に。ネズミは全然怖くない。あ、キメラの翼もらえたじゃん。お城にいつでも帰れるね。いいね、いいね。よし、よし。あ、ここにも宝。いいぞ、この洞窟はよ。おいおい、毒キスを見つけた。毒には今んとこなってないな。毒を使ってくる敵はドイツなんだろうか。ドイツなんだろうか、キングコブラが怖い。いや、キングコブラ、大ネズミ倒しいの。ギラ使っちゃいいのだろう。おい、行け。ギラ覚えてくれて本当にありがとうね。感謝しかないわ。同じ種類の魔物は一発で攻撃を仕掛けられるんだな、魔法は。覚えてきたぞ。どっちから行く？こういう時、右から行っちゃうのが山上ちゃんだ。おう。おお、下に下に。鍵じゃん！ふふふふ、これが目的。銀の鍵を見つけた。うん。銀の鍵が必要な扉は何枚も見つけている。え、これ、一回使うごとに消滅するわけではないのかな？何回使っても消えない鍵、これ一つ持ってれば銀の扉はどこでも開けれるよって。素晴らしい。ザーン魔術師、圧巻！圧巻、こういう時のギラじゃない？ちょ、強そうな大人数には、ギラ唱えといてもろて。大丈夫かな MP、 消耗が激しいかしら。お、一発で倒せよクッキー。俺こういうことだ。ありがとう。オッケーオッケー。よし、この湖って言ってたよな。鍵は手に入れたけれども、すべての宝箱は開けないとな。クッキーはキメラの翼を手に入れた。素晴らしいよ。はいはいはい、お金もありがたいよ。お金貯まっちゃったな。キメラの翼でもう城帰る？もう少し洞窟探検しようか。湖って言ってたもんな。はい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 。で、他に行ってないとか、これは軍隊。さすがに軍隊だわ。軍隊あり強いのかよ。おい、ドイツが隊長だ。トップを殺せば軍隊は崩壊すると知っている。オッケー。うん、もう別に行ってないところはなさそうかな。では帰ろう、クッキー。出会う敵は全部倒してレベル上げに使わせてもらおう。ほら、お前たちは俺たちの冒険の駒となりな。オッケー、オッケー、オッケー、しょ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 。うん、もう上がっちゃっていいよね。この階に用はなし。出口目指しちゃっていいのかしらね。もうないもんね。行ってないとこあったら教えてね、クッキー。見落としがあるかもしれない。怖い。怖い怖い怖い。はい。クッキーの伸びしろがすごいんだよな。今レベル8で、僕が今レベル10で。いつか追いつかれそう。はい、はい。よーし、もう出ちゃっていいよな。ふん。ここが西の湖。水に囲まれていたからそう呼ばれていたのか。なるほどね。鍵無事に見つけれたので、次の目的地は何だっけ？そうだ、ムーンペタの町に戻ります。近いね、近いね。あ、弟さんにやってきましたよ。鍵のことを教えてくれる親切なじじいでございました。うん。うん、ならば何も言いますまい。ああ、そっくりでしたね。ここも金なんじゃろ？鍵が合わないな、クッキー。クッキークッキー。よし、ここはずんずん進んで、よし。何もなし、何もないよな。あーい。圧巻。あ、幽霊倒しいの。もうギラやっちゃっていいか、ギラ。あ、間違えたー。ギラは魔術師だろうが。まあいいけど。俺が倒すからいいけども。ギャー。魔術師は結構もらえる経験値が多いのかな。敵によって、うん。そう思うと本当にスライムが味噌カスに思えちゃうわね。でも一番会いたいのはスライムなんだけどね。ザドラクエって感じするしね。はーい。はーい。くー、久々に戻ってきたぞい。はーい。はい、回復は最優先事項です。はーい、止まっとこ。オッケーだな。よし。
で、ここでさ、もう新しい武器が欲しかった系じゃない？買っちゃっていいかな？もう頑張って貯めたもんね。僕ね、うん、買いに来た。何でも買えるんじゃないか。うわー、剣。いや、どうなんだろう。守備を固めた方がいいか。でもな、欲しいな。鋼の剣かっこいい。切れ味がとても良い。何回でも使える。これで買って、あと1000残って、鎧か。鎧ももう買えるか。剣欲しいっすね。買っちゃっていいですか？いいですね。はい、ください。誰が持つかね、僕に決まってるだろうが。持ち物がいっぱいだった。クッキーには持たせん。いらないものはまず売ってしまおう。うん、布の服はよし。はい。で、鋼の剣をいただいて、装備しちゃって、オッケーオッケー。クッキーも棍棒なんて売っちゃいなさい。はい。うん。クッキーは、鎖鎌使える？僕のフルでよかったらな。クッキーに渡しちゃいたいな。売るのは忍びないもんな。鎖鎌。渡す。クッキー。うん。鎖鎌装備。こっちの方がね、攻撃力上がるし。いい循環してない？僕が飽きた武器は全部君に譲ろう。いいじゃんか。そういう流れだな。うん。よしよし。いつか。いつかいつか。うん。でもいらないのは売っちゃっていいのか？預けといた方がいいのかな？後々。いやでももういらないか。銅の剣も売っちまいなよ。な、鎖鎌の方がお似合いさ。よしよしよし。他に売れるものは特にないか？装備は一旦こんな感じで、次の村に向かう前に、福引き挑戦しようか。ああ、いいよ、引かせろ。いや、これはなんか攻略があんのかな？どのマークが来たらボタンを押せとか。とりあえず太陽を狙う。太陽はいつ来る？太陽はハートの後か。違うな。もう全然、ああ、動体視力。見切れんよな。とりあえず同じ柄3個揃えるとかしたいけれどもな。あー、今、どう、来た！ハートか！まあいいか、ハート3つ揃えたらラブリーちゃんだもんな。ハート揃、いやー、お願いしますだよね。もうほんとお願いしますで行くしかないんですけど。いーよいしょ、来い、ハート、もういいよ。全然できない、わからないよ。ちょっと可愛くない？ハート欲しい、ハート。ギャルピースって感じ。ああ、2つ揃えたら福引き券もらえるんだ。なんか3つ揃えるまでやり続けたいな。ちょっと、手持ちの福引き券が尽きるまでやらせてくれ。悪いな、クッキー。後ろで指でも加えてみてな。俺の福引きをよー。おい！来い！スライムか。もうスライムでもよし。2つ揃ってくれ。いつなんだ？お目当ての柄が見えたら押すぐらいでちょうどいいのか。いや、脳みそと親指が直結してない。今だ！今じゃない！来い！もう無理！わからんな、今だ！ほら、どうだ！来い！頼む！二つは揃うんだけども、天守、永久にできる。二つ揃えれば、永久にできるわ。なんとか三つ揃うところをお見せしたいよ。引きがつえ、さすがだな。さすが、持ってる女はちげえな、みたいなことを言われたいよ。来い。もう、スライムは当てれる。ここでどうすりゃいいんだ。ゆっくり進んでくんねえかな。これが福引きなんだね。ギャンブル性が高すぎる。ガラガラを回してポン、みたいな、今かい。太陽は出ましたけれども、はい、今。もう何も考えずに押すことが大事。揃わなかったです。くそ。まだ持ってるんだよ、俺は。まだ福引き券はあるんだよ、やらせてくれよ。ほら。いけるわ。星印でもいいのか。星を狙うか。なんか太陽は出せない気がしてきた、もう。イカサマされてる気しかしないわ。ゆっくりだもんな。左は意外とゆっくりなんだよな。ここを揃えられなかったらもう終わりな気がすんだよな。雨がチカチカしてきた、視力が落ちてしまうよ。いいんじゃん。月。くそ。月はこう来るね。こう来るよね。今じゃない？今だね。今じゃないかも。お母さん、ほら。
揃えられない。二つも揃えられなくなった。集中力の欠如。ダメだ。なんか攻略法あったら教えてください。わかんないです。これは本当に運なのか、頑張るしかないのか。よし。福引券消費しちゃったところで次に向かいますか。誰かが、ムーンブルク城の生き方を教えてくれた気がするんだよね。このマッチョだったっけ。あー、空飛ぶマントのことか。うん。マントも忘れずにいるよ。はい、ムーンブルク城ならこの町の南西の方向だ。西に行って南、オッケー。了解です。ムーンブルク城、向かっちゃいますか？はい、セーブはできると聞いています。セーブして、ムーンブルク城旅立ちますよ。ここも、この町も銀の鍵を使うところはなさそうだもんな。いつ使うんだろう。南？西に行って南？まあ、南西っていうぐらいだから左下だろうな。あそこか。よし。とにもかくにも進むしかないな。ほら、橋を渡れ。軍隊ありが、おら、切れ味はどうだい。鋼の剣、どん強い。いいね、いいね。切れ味抜群だぜ。クッキーちゃんもやるじゃない。なかなかやるじゃない。オッケーオッケー。セティア姫、もう、なんだっけ、ハーゴンは手を引いているのかな。城攻めした後に。あ、先に南下した方が、いや、マンドリルだって、うわ、マンドリルだって、マンドリル聞いたことあるよ。これが、マンドリル。マーントヒヒのなんか、アッシュ？攻撃、行くのか、ちょっと、こういうタイプはギラじゃない？どう？あ、燃えてる燃えてる、炎上、マンドリル大炎上。あ、一発ではさすがに倒せんか。うわぁ、うわぁ、うわぁ、嘘だろ、強え、強えじゃんか。ちょっと待ってよ、マンドリルに殺される、マンドリルに殺されるよ。ちょっと、ああ、逃げた方が良かった、これ。まだ僕たちは、叶わないというのか。ちょっと、攻撃で。うん、さすがだよ。いいよ。クッキー、倒せる？倒せるかな？倒せなかったね。マンドリル、クッキーが死ぬ。クッキーが死んじゃう気がする。マンドリル3体はちょっと圧巻だな。圧倒されちゃったよ、マンドリル。ほー。レベル上がるよね、そりゃ。経験値たくさんもらえなきゃ、命やってられない。はあ、レベル9だ。すごいじゃんか。俺たちは無敵だ。この時代の修士とアキラと呼ばれようじゃないか。オッケー。大丈夫、回復しとこうか。ムーンブルクに回復スポットはあるだろうか。進んじゃって大丈夫か。ちょっと、魔法で回復する、いや、MP 温存するか。ほら、薬草食べなさい。ほら、使う。クッキー。うん。死ぬな。絶対に一人にするなよ。一人にしたらもう絶好だから。わかった？よし。はいはい、南西、南西、西に、あ、毒に囲まれてる。これか。意外と近くて助かったわ。絶対に毒は浴びないと入れない系ですか。行くしかないか。でもな、踏みしめろー。オッケー、よし。で、入れた。うん。うーわー、こんなことになっちゃったんだ、冒頭のシーンで。すごいダメージ受けちゃうじゃん。大丈夫、生きてる？何？うわあ、もう大丈夫かこれ。俺たち、いげんのかよ。呪文も使っちゃっていいか。怖いからギラで燃やし尽くしな。バカ者が。はい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 。ギラ、本当にありがとう。助かります、助かります。うわあ、敵がやっぱ強い。ちょっと。俺たちのこのレベルでいけるのかわからないけど、行くしかねえような。よし。ここで、隠れてる姫様を、探せばいいんじゃないか。そういうことだよな。セティア姫、炎が。あの動く炎は何なんだ？カルシファーじゃない。カルシファー、助けてくれ、カルシファー。これは、でも、さっきのような戦い方でいいか。やっぱギラはかけといた方がいい気がするな。3匹にボンボンにいけるもんな。山上ちゃんの体力もちょっとやばくなってきてない？どうどうどう、いける？いけそう？いけそうかな？はーい。ちょっと困ったらホイミ頼むな、クッキー。あの動く炎は何なんだ？動いてたよな？動いてないか？あ、動いてるよな？なんか魔法使いと契約して喋れるようになってんのか？うわぁ、ハーゴンだ！ハーゴンの軍団が攻めてきた！助けてくれ！何なんだこいつ？魂か？ムーンブルク城の兵士の魂が炎と、何なの？四方から話しかけるよ。何でもないの？何でもない。なんだこれ、もうわからんって。わからんだろう。リビングデッド。
リビングデッド、何これ。何が、もうスモークやっとく。で、あ、もうギラ、ギラギラのギラで、頼むよ、リビングデッドやっちゃって。うわぁ、こいつ強いのかな。ちょっと、やめてくれよ。倒せんか、一発じゃ。ちょっとヤバみ、ヤバみかな。ああ、死ぬ、死ぬ、山神が死ぬ。まだ生きれるかな。呪文でいく。いや、もう攻撃で、攻撃で。開始の一撃出せるとこ出せるよね。いいよね。ああ、倒せるか。鎖鎌で。ああ、倒せんのかい。一発じゃ倒せんのかい。ああ、山神次死ぬ。いや、いけるな。いけるな。攻撃はしちゃおう。よし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 。クッキー倒してくれ。そいつ倒せ。倒せ。倒せや。倒せや。俺たち死んじゃう気がする。もう、これまだ早かったかな。ちょっと回復酒薬草たくさん持ってきてよかったわ。はあ、はあ、はあ。はいはいはい、使う。俺が食べる。うん、不安だな。33はまだ不安になってきたぞ。で、クッキーも薬草食べな、ほら。クッキー、よし、全開した。いいな、羨ましいな。え、この炎は何でもないのか。おお、ちょっとどいてて。あっちにも炎がある。これも喋れんのかな。スモークは怖くない。全然怖くない。この亡霊のような火の玉か。火の玉から何かお話が聞ける。わしは、うわー、王様、ムーンブルク王の魂じゃ。王様、お亡くなりに。我が娘セティアは呪いをかけられ犬にされたという。おう、口押しや、犬にされた。また可愛いもんに。よかったじゃないですか、リビングデッドになってなくて。犬になった。だからその犬、犬を探すんじゃ。そうじゃろ、そういうことなんじゃろ。進もう進もう。あっちにも炎があるわ。ここは銀の鍵で開く。鍵が合わないのかい。なんで、開かないの。あ、ここちょっと通れんだ。別に鍵が開けられなくても入れたよ。中身空っぽかい、王様。ハーゴンの軍団に取られたのか。そうか、宝物は何もない。で、あの炎にも話を聞けそう。リビングデッド一体なら全然怖くない。どれ、会心の一撃。よっしゃ、力を合わせれば勝てるな。いや、だからクッキーがその魔法を解いてやれないか。犬からお姫様の形。ここから、はい、東の地、四つの橋が見えるところに小さな沼地があるという。ちょっとゆっくり喋って。東の地、ほい、四つの橋、沼地、それが何だって言うんだ。お前は誰の亡霊だ。そこにラーの鏡、これを誰かに伝えるまでわしは死にきれ。ラーの鏡、ラー、ラー、私は死にきれぬのだ。そのラーの鏡、ラーって何なんだ。その鏡をまず見つけてくるんだ。わかったぞ。他に何かあるか。あっちに行くにはどうしたらいいんだ。ここは通り抜けられない。いやー、ちょっとここ危ないね。危ないかも。ちょっとその四つの橋のなんたらなんたらの沼地に行って、ラーの鏡を見つけてこよう。まずそうしよう。そうしないか、クッキー。この城は危険だ。危険すぎるであろう。いや、ここに階段があるの気になるんだよな。ちょっとここ行くにはどうしたらいいんだ。だから、あそこが空いてるのか。あそこに行くにはここか。いやー、体力心配すぎない。リビングデッド怖ー。嘘だろ。待ってくれって、待ってくれって。そりゃ卑怯だぜ、卑怯だぜ。マヌーサ、マヌーサって何。聞かなかったけど、と忙しいね。ちょ、待って、もうやっちゃってくれ。ギラギラでも燃やし尽くします。灰になれ。あの階段も降りたいけど、一旦体勢整えていい。一回帰る。うわ、もうこんなんダメじゃない。逃げよう逃げよう逃げよう。一回逃げて。あ、そろそろだよな。呪われた城だもの。ここを探索するにしては準備が足りなかったわ。薬草をもっと買い込んで。いいえ、僕は逃げることを覚えた。逃げたって。うわ、参り込まれたんかい。
クソ、時には逃げたい時だってある。大丈夫か。クッキーが死ぬ、クッキーが死ぬ、クッキーが死ぬって。ただ攻撃した方がいいか。攻撃 C の、攻撃 C の、もう一回逃げれる。お、逃げれた。危な、クッキー大丈夫？回復しよう、回復しよう。もう呪文で、自分で直しな。ホイミ、ホイミ。ふぅ、君がいなくなるところだったよ。よし。一旦ムーンペタ帰って、ちょっと作戦立てよう。うわぁ、うわぁ。うわぁ、うわぁ、よし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 。まあ、ムーンブルクの現状を知れただけでも大収穫だよな。毒といろんな化け物に囲まれて王様の亡霊が。王様の亡霊がなんだこいつらは。ラリホ嘘だろ。寝たぞ、勇者が寝たぞ。今逃げれますか。ちょっともうパニックです。嘘だろ、寝たじゃん。これどうしたらいいわけ、どうしたらいいわけ。寝てるじゃん、早く起きな。死ぬぜ、死ぬぜ。寝かされてや。やば、タコ殴りじゃんか。山神が死んだらやばそう。山神。そんなひどい、そんなやり方ないだろう。逃げよう、逃げれる。嘘じゃ、マジかよ、マジかよ。とりあえず山神が寝なかったら大丈夫。クッキー全然寝ない。えらい子、えらい子。山神はすぐ寝る、山神はすぐ寝るよ。だから夜更かししないでしっかり寝とけって言っただろ。こういう時に呪文でギラでラリホーアントで倒せるか。これ一発で倒せなかったら結構やばくないか。ダメか、ダメか。あ、倒せるじゃんか。いいよ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 。山神役に立たねえわ。もう主人公交代、クッキーが今日からリーダー。うわーうわー、攻撃でこいつがいなくなれば寝かされることはないもんな。山神起きろって。何やってんだよ、クッキーが倒してくれたぞ。おい、今さら遅いわ。ほらクッキーの手柄よ、こんなん。とどめだけ刺していいとこ取りだ。山神、ほんと山神アンチ。こら、そうか、眠らせてくるラリホーアント。だからあいつらの呪文は早々に封じた方がいいわけ。マンドリルはもういいでしょう、逃げましょう。だからさっきのラリホーアントにはクッキーの魔法トーンで技を封じればいいのか。先に封じる。ふう、カタカナが多くてこんがらがってきたけど、まあまあまあ、次の目的地が決まっただけいいでしょう。ラーの鏡だ。ラー、やー、ラーの鏡を見つけに行きますよ。そのために体勢整えましょう。あと山神ちゃんは呼び出しだよ。さっきの喧嘩はひどかった。もうずっと寝てた。反省、反省。